今日のコメント、カルカツさんの一番好きなポケモンの音楽は何ですか？好きな曲ってことか。アニポケの一個前のハロも好きだけど、タイプワイルドとかも好きだよ。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？リコロシリーズ面白いですよね。そこで今回はエクスプローラーズのギベオンとイニシュの冒険者ルシアスの共通点について話していきたいと思います。では関係ないけど、1ヶ月間視聴者の皆さんとやってた天空のアミメジアで見事1位、優勝取れました。みんなたくさんゲームやって協力してくれてありがとう。みんな強くなってたね。お疲れ様。というわけで最後まで聞いてください。エクスプローラーズのギベオンとイニシエル冒険者ルシアスの共通点についてまとめてみた。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズ組織の仲間に加わり旅に出ています。そんなリコロイシリーズの中心になっている組織がライジングボルテッカーズとエクスプローラーズなんですが、第2章の終わりについにボスギビオンの姿が明らかになりました。その姿に関してはまだはっきりと顔は見えなかったんですが、白髪でロング、毛先が黒色、そしてルシアスやエクスプローラーズ幹部と同じような服装をしていました。でこの姿を見て世間ではとあることが噂されています。それはギビオンとルシアス兄弟説です。なぜそう言われているのか。まずルシアスがエクスプローラーズの仲間だったこと、そして2人の容姿が似ているという点です。ルシアスが青髪ロングで黒い衣装を着ているのに対し、ギベオンは白髪ロングで白い衣装を着ています。まだ顔も見えていないので確実ではないんですが、ここまで容姿が似ているのは兄弟説が出てきてもおかしくないですよね。ちなみにこれに関しては僕は結構前から考察動画を上げているので当たってたら嬉しいですね。あと手持ちにルシアスは色違いレッグザ、ギベオンは色違いジガルレがいて、2人とも色違いの伝説ポケモンがいるというのも共通しています。伝説ポケモンですら貴重なのに伝説ポケモンの色違いを手持ちにしているってなかなかないですよね。このような共通点から2人の兄弟説が浮上しています。まあそうなるとギベオン自体が100年以上前の人になってくるので、どうして現実に存在しているのか、その辺が謎になってくるんですが、今のアニポケにゲームの SV のストーリーが絡んでいるので、タイムマシンかなんかで時空を超えて生きている人物という可能性もあります。あとルシアスとギベオンは兄弟じゃないにしても同じ時代に生きていたライバル同士という可能性もありますよね。最初は仲が良かったけど、そのうちラクアに関することで揉めてしまって、その後対立、そこでルシアスが命を落とし、ギベオンが生き残った。でギベオンは何かしらの形で100年後の今の世界まで飛んできてラクアを目指しているのではないでしょうか。まああくまで憶測なので、ギベオンやルシアスの悔しい話が出ないとはっきりは分かりません。皆さんはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでエクスプローラーズのギベオンとイニシエの冒険者ルシアスの共通点についてでした。ちょっとロールスターチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。